はい、バッテリーを交換してます。車両は CBR600F 新入荷のものです。もともとついてたバッテリーがですね、もうヘロヘロだったので、ホワイトベースお決まりで、新品バッテリー交換やってます。はい、湯浅の 7ABS というバッテリーですね。まあ、駅最初から補充してあるものもあるんですけども、まあ、ほとんどのものは駅は入ってないです。まあ、今回はですね、ちょっと簡単のなに映像を撮りたかったので、液を注入するところは割愛してます。まあ、このようにシートを外すとですね、こういうのが出てきて、開けるとですね、こうやって、バッテリーケースがあります。で、あとはここにですね、バッテリーをこう止める、止めます。はまった、スコッてはまりましたね。で、そしたらまあ、外すときなんですけど、まずバッテリー外すときはマイナスから外します。マイナスから外して、つけるときはプラスからつけます。マイナス、プラス、プラス、マイナスと考えてください。だいたいこういう赤いカバーがかかっているものというのは外しちゃいけないものにかかってますね。で、このように外してですね、赤つまりプラスをつけてですね、片手だとなかなかやりづらい。はい、こうやって閉めて、閉まりました。はい、じゃあ反対側、マイナスを先につけてしまうとですね、要するにアースしてしまうんですね。プラスがですね、こうフレームにつくとですね、ヒューズが飛んじゃいますので、プラスを扱う、オートバイおよび車ですけど、プラスの電源を扱うのは気をつけてください。注意して扱いましょう。で、マイナスはめます。浮いてきちゃうな。両手が必要か、なんとか片手でできないか。カメラを持ちながらやるのは大変なんです。で、このね、バッテリーのターミナルネジって鉄でできてないんです。銅でできてるんですよ、これ。だから、こういうドライバーにですね、の磁石にくっつかない。こうやって回してって、取れていきます。はい、で、カバーをこのまま閉じる前にですね、ちゃんと電気が起きててエンジンがかかるかどうかチェックしましょう。チェック、キーをオン、はい、電気来てますね。はい、じゃあエンジンかかるかな。あ、ハザードついてる。ハザード止めたい。ハザード止めるのはどれだ、これか。まあ、いや、わかんない。このようにですね、すぐエンジンかかります。で、エンジンがかかったらですね、やってほしいこと、はい、いつもの電気テスター 20V レンジに合わせてですね、電圧をチェックしてください。慣れてる、こうやって持ってやっちゃいますけど、よいしょ、こうやってプラス、マイナスで、電圧がですね、このように上がってくれば OK です。で、本当はちょっとアクセルを吹かしたい。あ、こんなところに暇そうな人が、すいません。回転数を5000ぐらいにしてもらえないですか。出しても、ちゃんと 14V の内側で、整流できている、非常に安定したいい電圧状態を保っていると言えます。はい、でエンジン止めて OK。 はい、これがですね、バッテリーの取り付けとチェックの仕方、電圧チェックに関してはですね、時々やってください。はい、バイクの電気ですね、起きなくなると、バッテリーが上がる以上に厄介ですよね。はい、通電テスター、もっとちっちゃいのを売ってますので、バイクに常備しておくかですね。あと、後付けの電圧計なんかもありますので、そういったものをつけてみるのもいいと思います。後付けの電圧計が、水温計とかと一緒になっているタイプもありますので、そういったものも便利です。今電気ですよ、どうしちゃった。森脇のですね、このチタンの
マフラーかっこいいな、白バイ見て。また今度参考動画撮りますんでよろしくお願いします。はい。